クラウス・ヘルマン・ビル・ヘルム・テンシュテットは、ドイツの指揮者。イギリスの音楽評論家、ノーマン・レブレヒトは、現代の棒振り機械に対して完全と戦う存在、と評している。また、その指揮姿から、石をぶつけられたコウノトリと、あだなされた。ドイツ国のメルゼブルクに生まれる。バイオリニストの父に持ち、ライプツィヒ音楽院にてバイオリニストとしての研鑽を、積む。 1948年、晴れ歌劇場のコンサートマスターとなるが、指の骨流のために、バイオリニストの道を閉ざされ、1952年に同劇場の主席指揮者へ転身した。以後、カール・マルクスイコール・シタット、ラーデ・ボイル、シュベリンの歌劇場音楽監督を歴任した。初版が非人民的で形式主義的と政府に批判されたこともあり、 東ドイツでは上演されていなかったパウル・デッサウのルクルスの有罪宣告なども手掛ける。天守テッドは1970年にベルリンコー・ミッシェ、オーバーに登場するが、次第に東ドイツでの音楽活動に限界を感じ、1971年、スウェーデン用テボリでの客演を機に、西ドイツへ亡命した。インゲボルク・プジンを同伴しての客演旅行が可能になったのをチャンスとして、 天使テ,テッドは亡命に踏み切った。1972年、キール歌劇場の音楽監督に就任する。ロンドンの聴衆にビルヘルムフルトベングラーを彷彿とさせると評された。彼の情熱的かつ個性的な音楽は、1974年のボストン公共楽団への客演を機に世界の知るところとなった。1977年にはニューヨークフィルハーモニックに客演した。 著名な音楽評論家であるハロルド・シー・ショーンバーグは、プロコフィエフ公共曲第5番の第1楽章の終了と同時に興奮した観客が絶叫するのを聞いた。後に、オーケストラは3年後の1980年に、テンシュテッドとツアーすることを決める。ここでの大成功は、彼の名声を不動のものとした。さらに1983年には100周年を迎えた。 メトロポリタン歌劇場に招かれ、ベートーベンの歌劇、フィデリオで大成功を収めた。天使テッドは、全米の主要なオーケストラに、次々に招かれ、特にブルックナーに力を入れて、演奏した。一連の客演は、大きな衝撃をもたらし、タイムズマガジンは天使テッドを、全米で最も追いかけるべき指揮者と報じた。いくつかのオーケストラで、 テンシュテッドを音楽監督にできないかと議論が湧き起こった。フィラデルフィア管弦楽団の音楽監督は誰が良いかと議論された時には逆にクラウステンシュテッドとカルロス・クライバーは華やかすぎると評されることもあった。テンシュテッドが指揮している間は誰も居眠りなどしないなど批評家やオーケストラだけでなくテンシュテッドはアメリカの聴衆にも熱狂的な反応をもたらした。 信じられないかもしれないがテンシテッドにはロックのスーパースターたちと共通するものがある。それは彼だけのファンクラブが存在することだ。ある時、テンシテッドは200人ものクラウスケティアーズ層、自ら故障し、呼ばれる熱狂的なテンシテッドファンたちに囲まれ戸惑うこともあった。テンシテッドは、でも私は彼らが好きですと苦笑いしつつ答えた。 クラウスケ・ティアーズの中で著名な人物としては、ピアニストのアルトゥール・ルービンシュタインや、実業家のヘンリー・フォード・ニセイなどがそうである。結局、アメリカでは、ミネソタ管弦楽団の首席客演指揮者を1979年から1982年まで務めるに止まったが、アメリカの主要なオーケストラを振り続けた。特に、 タングルウッド音楽祭では常連であり1983年までボストン交響楽団と共にほぼ毎年出演を続けた。また先日したフィラデルフィア管弦楽団からアカデミー・オブ・ミュージックの130周年記念演奏会にも招かれている。1979年には来たドイツ放送交響楽団の音楽監督に就任し数々の演奏を残すが楽団員。 事務局との関係が険悪で、1981年の演奏旅行中に、両者は決裂した。彼は、特に、ドイツ・オーストリアの楽団と折り合いが悪く、さきの北ドイツ放送公共楽団の他にも、ウィーンフィルハーモニー還元楽団とは、ザルツブルク音楽祭での共演1回のみであった。また、ベルリンフィルハーモニー還元楽団とは、 共演回数自体は多いものの実際の中は、お世辞にも良いものではなかった。1983年、ロンドンフィルハーモニー還元楽団の音楽監督に、転じる、ロンドンフィルとはなどの賛辞を寄せられるほどの蜜月関係を築き上げた。当時、クラウディオ・アバド率いるロンドン公共楽団など、大音楽家が火花を散らすロンドンにおいて、ロンドンフィルのマネージャーである。 ジョン・ウィランはテンシュテッドが率いる同楽団をロンドンの最高のオーケストラであると宣言し野心的な計画を実行に移した。1984から1985年にかけてテンシュテッドは同楽団を率いて日本を含むアジア8年ぶりの全米及びオーストラリアへのツアーを観光し成功させた。テンシュテッドのレパートリーは多岐にわたる。特にベートーベン。 ワーグナー、ブルックナー、ブラームスなど、ドイツ・オーストリア系の作曲家を得意としており、中でも、グスタフ・マーラーの演奏解釈で知られている。1979年には、国際マーラー協会からメダルを授与されている。ヘルベルト・フォンカラヤンから、自らの後継者として目されていた時期もあった。ロンドンフィル音楽監督の傍ら世界各地に、客演して、 演奏を聴かせたが、1985年に高頭癌を発病した。1987年には西洋のためロンドンフィルの音楽監督を退き、同学団から警官指揮者の称号を送られた。以後、放射線治療を受けつつ、演奏活動を続けたが、1993年に事実上の引退状態になり、1998年に死去した。 71歳ボーツ。全世界を舞台として活躍した年数も短く、その進化も十分発揮されぬままの死去であった。2021年には、ゲオルグ・ビュープボルトによる天使テッドの表伝が出版され、さらに同志による天使テッドの映像ドキュメンタリーが制作中である。短い活動期間のためもあり、同世代の指揮者に比べると、レコーディングは少ないが、近年、BBC や、 ロンドンフィル自主レイベルなどにより、特にライブ演奏の CD リリースが次々と行われるようになっており、再評価の動きが急速に進んでいる。1993年におけるマーラー公共局第7番のロンドン公演を最後に公式のレコーディングは発表されていない。初来日は1984年、ロンドンフィルと共に、 その後1988年と1992年にも来日している。ただし1992年の来日時は急病のために一度も指揮できず、急遽帰国することとなった。ありがとうございます。